いやはや、本日は気柄もよく。はい、いいお天気です。今日はなんていうか、ずい！いはあ、危ないです。捕まるところだったです。サバトちゃん、やりますね。僕の手を。サバトちゃん、みっけー。あ、仲間を呼ぶなんてずるいです。サバトさん、どうかおとなしくしてください。わかった、いっせーの。え、なんであんたがこっちサイドにいるの？だってみんなでサバトちゃんを捕まえるんでしょ。ドクロちゃんを捕まえ。ノムちゃん、どうかどうかドクロちゃんを捕まえてください。いやー、我が生涯に一片のクッパー。
クロ殿、お覚悟。やだ、僕はいつでも健康だから大丈夫なの。サクロ殿のご尽力に応えるであります。誰もいない。なんか見捨てられたみたいだ。面目ないであります。ううん、ベノムちゃんのせいじゃないよ。となると、もう学校にはいないかな。アバランチ公園に行ってみませんか？アバランチ公園？はい、サバトさんが戻っていらっしゃるのではないかと思いまして。行ってみる価値はあるかもしれないね。どうする？私はさくらくんに任せる。自分も異論はないであります。それじゃ、アバランチ公園に行ってみようか。サバトさん、申し訳ありませんが、ここまでです。ドクロちゃんだね。ドクロちゃん、
そこだ！弱ってるんですか？なんでザンスさんがそんなになってまで僕たちを助けてくれるんですか？そうですか。それでは何とかしてください。この際なんで利用できるものは何でも利用します。僕の心を読むな。素敵とか言わないでください。虫取り網？いきなりこんなもの渡してどうするつもりですか？え？電子捕獲？嫌なネーミングですね。それができれば苦労はしてませんよ。おっと、あんた言っていいことと悪いことがあるぞ。なんだよ、くねくねって。どのママか言ってみろ。くねくねさくらくん出たー。しかも変なあだ名で僕を呼びながら。何がホーラですか。ダンスをつけろ。ホーラダンスだろ。僕はそんなことしません。あれはダンスの嘘です。っていうか信じたの？そして見たかったの？なんでだよダンス。
トちゃん、どうして？近くであります、ドクロ殿に。ドクロちゃんが逃がしたのか。わかりませんよ。ショコマカト、ついにやった！何が起こってるんですか？ドクロちゃんが消えた？助けたんじゃないの？身代わりなら丸太とかマネキンとかにすればいいじゃん。それは僕も思ったけど言わなかった余計なコメントです。
局何だったんだ。知りませんよ。ザンスさんはもう用済みなのでお引き取りください。いです。サバトちゃん、ごめんね。謝るようなことしないでくださいです。さあ、サバト殿、準備はよろしいでありますか。よろしくないです。サバト殿、そんなに嫌でありますか。サバトちゃん、いつまでも逃亡生活を続けられるわけじゃないんだよ。ここでけじめをつけなきゃ。わかったです。確かにさくらくんの言う通りです。サバト殿、それでは。診断受けます。さくらくん、よかったね。サバトちゃんにしてみればよくないのかもしれないけどね。それでは改めまして、三はしご、サバト殿。はいです。まぶしい。点呼は終了であります。考えてみたら、情報の転送は健康診断の後じゃなくていいの？特別な病気や事情などがなければ、健康診断の情報は転送せずに直接持ち帰るでありますよ。プライバシーセキュリティ重視であります。案外しっかりしてるんだね。さて、それではサバト殿、服の裾を大きくまくっていただきたいであります。参ります。覚悟はできたです。天使とは死ぬことと見つけたんです。あります。どこか苦しいでありますか。
サバト殿、お疲れ様でした。はい、終わったですか。ザクロちゃん、どうかした？いえ、昨年の私を思い出してしまって、サバトさんがお気の毒で。ベノムちゃんに手袋してもらうとか、防ぐことはできないのかな。ミーミングに指先を浸すのはベノムさんの癖のようなので、手袋ごと浸してしまったら意味がありません。あ、そうか。ただあの毒は触れられた場所を水でよく洗い流せば消えます。あ、毒を消せるんだ。それならそんなに心配することでも。小鳥さんです。心配だな。一度家に戻ろうか。ドクロちゃんも戻ってこないわけにはいかないだろうし。そうでありますな。じゃあしずきちゃんは。さくらくん、私も行っていい？もちろん歓迎します。何のお構いもできませんが。サバトちゃん、大丈夫？無理しなくていいんだよ。ドクロちゃんがいるとは限らないんだけど、まあいいか。
しずきちゃん、今日はありがとう。ううん、いいの。結局部活出られなかったけど。あ、そうだ、しずきちゃん部活だったんだ。多分こうなると思ったから学校に行った時休養でお休みしますって言ってきたの。しずきちゃん、だからさくらくんは気にしないで。私が好きでやってたんだからね。であります。ベノムちゃん、うん、わかった。ドクロちゃんがいたら大変だもんね。準備しようか。いないね。うん、どこに行っちゃったのかな。いつだってそう簡単に捕まりませんよ。どうしよう、待ってみようか。いえ、それには及ばないであります。え？ドクロ殿の嫌がりようはただごとではないであります。もしかしたら何か事情があるのやも。何もないよ。
今日のところは帰還しまして、また出直すことにするであります。いいの？はい、仕方がないであります。ベノムさん、本当に申し訳ありません。これは誰のせいでもないであります。どうかお気になさらず。いや、確実にドクロちゃんのせいだと思うな。ありがとう。どういたしまして。